この動画のタイトルを見ていただくと分かると思うんですが、最近いろんな人からね旅行の誘いを本当にたくさんいただくんですよ。で、私としてはなるべく断りたくないので全部行くようにしているんですが、そのせいで自分が忙しくなりすぎてしまってちょっと大変なことになっているというのをね、ちょっと なるべくあのこうやんわりと、そんな全然あの苦情とかじゃないんですよ本当に。あのただ一応なんかやんわりとした方法で皆さんにお届けしたいなと思ってツイッターとかも考えたんですが、あのツイッターだと文字数が少なくてね、どうしてもニュアンスが伝わりにくいから、これやっぱ YouTube を使うべきだなと思ってね、スーツ、交通チャンネルかな、旅行チャンネルか分かんないですけど、投稿させていただいております。まあやんわりと本当にお伝えできればそれでいいんです。別に私のことを一切旅行に誘ってくれるなとかね、そういうつもりもないんです。でただ、一応まあ、例えばどういう状況かというと、先週は2人、旅行の誘いがあり、今週も、3日間旅行に行く約束があって、来週もあって、でその次はないけど、その次、再来週もまた土日はみたいな感じで、なんか大抵毎週末ですね、誰かと一緒に旅行に行くみたいな約束が最近入ってるんですね。で、その、ま、でそうすると今日も、まあ、安西さんたちからですね、一緒に旅行行きませんかみたいな話も来たし、久々にねまたみんなで行きましょうよっていう話もあったし、それから、今週もねまた久々に、まあ、ちょっとある地方の方と、もうまたしばらくぶりの期間お会いして一緒に旅行するっていう約束になってるんですが、そういった一つ一つの約束を私はとても大事にしたいと思ってるし、やっぱり皆さんとお会いしてねそうやって約束して会うというのはどなたとも久々のことなので、私としてもやっぱりその久々の機会を設けたいと思ってるんですが、ただ一つ残念なことがあってね、知り合いとかお世話になった人があまりにも多すぎるんですよね。でやっぱり私としてもそういう方たちからのね、まあ、つまり個人的な信仰があって、お世話になってもいる方たちからの、楽しい旅行をね久々に会いましょうよってお誘いを、断るのは、まあ、しかも、まあ、予定が作れないわけじゃないですから、私別に実際のところね会社とかに自分が会社社長なんで別に休みとか作れるわけですよ。だから、まあ、休みっていうかその時にも動画を撮らせてもらってますが、でも別に予定をつけることは普通の人よりもかなり簡単な方なんですね。だから断ったら悪いなと思って、なるべく、スーツさん今度久々に会いませんかっていう話が来たらば応じるようにしています。でね、ただね4月に特に休暇の発表をしたからっていうのもあるんですけど、その頃に多数そういった連絡をいただいて全部はい分かりましたというふうに言っていたらですね、まあ、今までそういうの断ったことはあんまりないんですが、そしたらねもうどんどんそれが大量に来たんで、4月に行こうっていうふうに連絡をいただいたのが5月になったり6月になったり伸びてきてですね、でもう今6月まで毎週末、全部予定が埋まってるんですね。で週の途中でもね平日でも行く約束が入ってたりすることもあるし、まあ、今のところ7月はまだないんですが、もうそろそろまた7月も、どっか行きませんかみたいな話がですね徐々に入り始めてきていて、まあ、ちょっと正直もうこれ以上週末の休みがないとか、まあ、それからまあ他の仕事の関係もあるんでね、やっぱり、連休とかが連休っていうのかな、まあ、大学を基準にしたらですね取りづらくなってくるで、5日間出かけるとかいうことも難しくなってくるので、まあ、なるべく、そうだな、ちょっと少しでいいんですよ。今の半分ぐらいでいいんですけど減らせたらなというふうに思ってるんですよね。 でもこれってやっぱねおこがましい言い方な気もするんですよね。で、ま、例えば、まあ、今日ってか今週お会いする方もいれば、今週旅行の、連絡をくれた方もいるし、別にそれ自体がどうこうっていうんじゃないですか、一件一件で、その本当に私としてはそういった方たちがスーツ君を誘っちゃって悪かったなと思うようなことだけはこの動画をねこう長々と喋ってそういうことだけは思わないように、気をつけたいなというふうに思ってこの動画も作ってるわけですけど、誘ってくれることは嬉しいことだし私も大事にしたいんだけど、何度も同じことを言うかもしれませんが、本当にね人数が多すぎるんですね。でもうなんかまあ九州に誘われ、九州に行った時も今度行くんですが、九州に行ってで帰ってきた後、またもう一度呼ばれてるんでもう一度大学に通った後またすぐ九州に行ってまたすぐ帰ってくるみたいなことをやったりとかね、それからまああとは、そうだな、まあまあとにかくいろいろあるんですよね。別にその何ですか、それもまた例でこういう風な例が形になっていますということを説明したかっただけで、別にその九州の方が私のことを誘ったことがどうこうとか全然そういうんじゃないんです。でね、やっぱ全国を旅してねこれだけ感謝する相手がたくさんいて、みんな私のことをこんだけ状況が変わってもね今なお応援していろいろ気遣ってくれてご飯とかご馳走してくださる方もいっぱいいるんですよ。それは本当に光栄なことだと思うので、その気持ちに反するようなことは絶対したくないんですが、
まあ少しでいいです。なんかこれをきっかけにして、全くその誘いが来なくなってしまうというのも、まあ、困るんですけど、やっぱなんていうんですか、その一人一人に、ね、連絡をいただいたときに、ちょっと申し訳ないんですけど、もう最近旅行のね予定とか約束ばっかりがいっぱい入ってまして、でちょっとお断りさせていただきたいんですよねっていうことをちょっとこっちからは言い難いわけですよね。まあそれにそのなんていうのかな、それはね、向こうだってそういうことになってるっていうのは全然わからないわけじゃないですか。1年ぶりとかね、2年ぶりとかそういう連絡が来るわけですよ。で、2年ぶりの会ってこう一緒に食事しようみたいなのがしょっちゅうだから、私としてもそれはね断りたくないというか、それを断るのはなと思うんですね。ただやっぱりそれでもちょっと忙しいなと思いながら、毎日じゃありませんが、毎週いろんな人に会ってるっていう状況は、逆に向こうも多分そういう風にね、私のことを大事にしてくださる方だから、あまり好ましくないなと思ってくださっていると思うので、まあ、なるべくね、これは本当どうしたらいいのかなと思うんですけど、まあ、こういった動画で、やんわりとっていうか、まあ、一応こういう状況になってるんですということだけお伝えさせていただければなというふうに思うんです。やっぱあれなんですかね、あと、まあ、もしかしたら多分根本的に私がなんて予定があらかじめ決まってるっていうのはね、結構、辛いというか、あんまり好きではないっていうのもあるかもしれないですけどね。予定をあらかじめ決める、でそして、それに合わせて、カレンダーが埋まっていくっていう状況がね、どうも、慣れていないみたいです。で、特に、2月3月頃とかね、まあ、ずっと過去半年ぐらいはそうだったんですけれど、毎日休みばっかりで自分の好き勝手な行動をうようよとしていましたので、そういう時になると、じゃあ、休みだからどっか行こうかなとか言ってぶらり旅みたいなのするんですが、まあ、やっぱりね、それは当たり前なんですよ。だって他の人との約束っていうのがあると、その他の人の約束って、まあ、普通大体の人は会社員とか学生ですから、曜日限定じゃないですか。私はまあなんかもうほとんど毎日が、土日みたいな状態で、まあ、それでその毎日が土日の状態で好き勝手に仕事してるわけですけど、自由とか聞かないもんだから、早いうちから予定の約束が入るんでね、やっぱり約束ってね、私は結構気をつけてて、そんなすっぽかしたこととかもないんですけど、本当に私予定管理が苦手でね、いろんな人に手伝ってもらったりとかもしてるんですが、人との待ち合わせをね、忘れてしまったりとかいうのはね、やりがちなんですよね。だから、それをもう本当ね、それこそ北海道行くっていう旅行を忘れたりとかね、昨日も間違えて家に帰ってきて、旅行行くはずだったのに家に帰ってきてしまったんですけれど、旅行っていうかホテル泊まるはずだったんですけどね、そういうようなことをよくやっているので、まあもうちょっとこう、気楽な、予定が入っていないで、あとは人と約束するとやっぱ相手に迷惑かけちゃいけないっていうんでね、すごい気をつけるんで、そういう迷惑をかけるという機会ももう少しかけるかもしれないから、これは気をつけないといけないなっていう機会ももう少し減らしたいですね。ちょっとね、この点はなんていうの、まあ、いつも動画でお金儲け云々とかって言ってるんですけど、それとは本当に関係なく、まあそれは確かに他の方と一緒に旅行に行けば、その分、他の方と一緒にいるから、まあ、一緒に旅行してるのにそのわけでね、私いつも電車に乗ってる時、新幹線に乗ってる時もずっとパソコンを開いて、それで、動画編集とかそういうことをやってるわけですけど、でも、まあ、一緒に旅行しているとその間は動画編集になってできませんよ。まあそれは許してくれる方もいるし、どうぞやってくださいって言ってくださる方もいるけど、だから私だってその方とね、久々の会話をしたいですから、だから編集なんかしないじゃないですかね。そういうことをやると、まあはっきり言って生産性は落ちますよね。すごく動画の撮影だってやっぱり一緒にいる方のことを気遣いながらやりますんで、普段よりはついで的な撮影の仕方が多くなる。でもそれ自体はいいんですよ。そういうことが問題だっていうんじゃなくて、それは事実としてそういうのはあるんですが、それよりもさっき言ったように予定があらかじめ決まっていて、相手に迷惑をかけるかもしれないという人との約束をあまりたくさんしたくないということと、それからもう単純に土日とかがですね、毎週まあ予定が入りまくって、割と、まあ、なんていうんですか、それにこう合わせた結果としてですよ、少し自由が利かなくなってしまっているという状況があるので、それを相談させていただきました。まあ、この動画はこれぐらいでいいかなと思います。あ、でもあと30秒か。じゃあやっぱでもここまで来たら30秒だけ待ってもらおうかな。そうですね、なんかついでで言うのもあれなんですけど、でももう一回だけ最後にしっかりと言っておきますが、そういう風にね、今でも私のことをこう慕ってくださって、応援してくれるっていうのはありがたいことだと思うんですよ。でそれからなんかこいつ有名になったから、その有名なやつだからね、
あのスーツさんと一緒にあの遊びに行ってそれで SNS に撮って自慢してやろうみたいな、そんな人は全然いませんよ。そうじゃなくて、まあ単純にやっぱりあの皆さんもあのめったに私に対して忙しいだろうからと気を使って連絡とかもしてこないし、実際そうしていただいていることで本当に助かっています。ただその皆さんの、気遣いの頻度が、まあ、不幸にもですね、それよりも、そのそういう、まあ、みんなが気遣ってくれていたとしても、例えば1年に1回しかね、会わない人がいるとするじゃないですか。でも、1年はだいたい50週間ですけれど、1年に1回しか会わない知り合いが50人いたら毎週誰かと会うことになるわけですね。なんかそういう状態なんですよね。ちょっともう少しだけ、その頻度を伸ばせたらなというふうに思っています。すいませんね、私あと旅行するときも意外とね、誰かと旅行するより一人で旅行する方が面白いっていうのもあるんですよね。まあ、それは多分皆さんも分かってると思うんですけど、あんまり友達と一緒に仲良くするという性格というよりは、まあ、大学ぼっちでね一人で学食食ってる方が私は充実していると思うたちなので、まあでも、まあ、だからこそみんなも多分それはね理解していて、めったに私に遊びの誘いとかしてこないんだろうなと思ってるんですけどね。まあこう本当、気遣いの、発達したというかね、こう巧みな方に囲まれて本当に幸せな限りですが、どうかそこでですね少しだけ、また私のわがままをここで、述べさせていただければとすぐに思い、動画を撮らせていただきました。まあ、こんなところですかね。本当に皆さんなんていうかな、親切だし、まあ、こういう動画を撮っても多分、まあ、それで怒る方とかはいないと思うんですけど、嫌な気分にさせちゃわないかなっていうのが心配です。まあ、ただねツイッターの140文字とかではこの感じはね表せないと思うんですよ、私のこの態度とかね。だからツイッター使うのはやめたし、やっぱ文字よりもその顔を出さないとダメだなと思って、まあ、だからこの動画、まあ、一応さっき10分が足りないから10分伸ばしましたけど、広告、まあ、別につけなくてもいいんですが、まあ、ただ一応相手の人としてはこの動画に広告をつけることに関しては、それほど私がこの動画をね、出して伝えたいその相手の人たちは、まあ、別にここで私が広告をつけていたからといって、まあ、どうも思わない、まあ、そういう人たちだと思いますので、まあ、別につけさせていただこうかなと思うんですよ。あと全然関係ない視聴者の皆さんもね、この動画を見ていただいてありがとうございました。まあこういう状況になってますよっていうちょっとしたブログみたいな感じでしたけどね。じゃあもういいかな。まあ、でもコラボレーションとかそういうのいっぱいやってますんで、あれです、仕事がね多いとかね、仕事の関係でいろんな人と会うとか、それはまた別ですよ。それは忙しく仕事してるだけなんですから、積極的に仕事回していただきたいなというふうにも思いますね。よし、まあでも皆さんはどうですか、一人で旅行する方が好きですかね、それとも誰かと一緒に行く方が好き。私はもう本当断然一人旅派なんですけど、一人が寂しいと思うこともないですしね。じゃあこんなところでした。どうもありがとうございます。